trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Just like that, the god took away my sister. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. When I woke, I was all alone, until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that, otherwise Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going! Thank you.
風と共に流れるだろ? お前の風神な。 この世界の元素を感じたか? どうやらこの世界、ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の心臓から、それとよし、この世界の元素は。
やつが空を飛んでるぞ。森の奥に行ったみたいだ。気をつけて進もう。 怖がらないで。安心して。僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？ さっきは絶対あのドラゴンと話してたやつが普通ん？なんだあれ、あの石。あ、近くで見て気をつけろ。嫌な感じがする。こんな石危ないってことだけはわかるな。とりあえず回収しておくか。よし。 待ちなさい！
夫人のご加護があらんこと私はセピロスキ。おーんと、落ち着いて。怪しい者、怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃん。それからそのマスコットは何なの？ ああ、今じゃもうとにかく旅人。近頃そうだ、ここ任務が。もちろん。それに怪しいものを放っておくわけにもいかない。ごめん、謝りこちなきし。 得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ？ こいつは遠い遠い旅の途中で妹と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒にその妹を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。おお、そうだ、今請け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。 そういえば任務って何なんだ？簡単よ、見ればわかるわ。あ、ヒルちゃん、逃がさないで。最近 化け物が城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。はっ。 でも、あんたも戦えるなんて支援ありがとう。ねえ、戦ってど、なんでこいつ。そうね、でも最近風魔竜が頻繁に暴風が発生するたびに怪我人も多数。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。
なんだあれ。いい匂い。次は何作ろうか。ん？旅人さ、私満腹にな。そうなの？サバイバルキノコとに。材料は手に入っ、じゃあ鍋の。改めて紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都。セピロス騎士団に、やっと、でも、最近、で、ジンさん？セピロス、ジンさんが一緒なら、風魔料理、そうだ、さっき、おいおい、で、人参、とにかくわた、この辺は賑わってるんだけど、最近は風魔流のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより。
風は、さあ、操作は簡単だけど、指示はちゃんと聞いてね。巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人。待てよ。この人はと、事の経緯はこう。なるほど、俺にもそれかだ。とにかく騎士団を代表し、さっきの代理だ。
騎士団の本部みたいだな。入るか。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。はと。なるほど。私は代理団長のジン。こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来たよ。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこの門戸周辺をうろついているの。ここ一帯に大きい。おまけに今の門戸は現世魔法使いにとっては最悪な状況よ。それがなければもうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス。オイラも手伝。じゃあ作戦を。風魔竜、それと。ほう。放棄された。風魔竜が。私たち、三つ。わからないんだけど。セピロス騎士の実。暴風が、この災害。
危ない。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。あら、いい質問ね。基本的それ以外私も少し。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。それもそうね。では道を探しましょうか。この風を使って上に行きましょう。お姉さんに任せて。しびれ
なさい。なるほど、雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。ちょっとビリビリさ。お姉さんはすごいのね。ここから上に上がりましょう。Thank you.
敵の間には連鎖ダメージが発生するの。摩擦で生じた雷の火花は落ちるような濃いほどの衝撃ではないけれどね。しびれなさい。ふっはっふっそれ。私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら？
ヒルチャールは吟遊詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。これを倒せば帰って休めるわよね。休めると思ったら、それは風の塊みたいなもんだ。風たちの地にある七天、東風の竜、トワリン、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トワリン、それが人々に魔竜と呼ばれる前、四方の風の中でトワリンが、その彼は初めに自身の力を燃やした分、モンドにそのに、でもなんでもモンドのに、これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。ほらほら、行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。捧げて、神がどう答えるか。
てこれるかな。ここが放棄されこの神だから、はあ、風魔竜でさえ自分の神あ、え、私もえこの花ここの中へ。Yeah.
矢で撃てば起爆できると思う。Thank you.
逃げられない。竜の気配がする。あれが力の集まるポイントかな。よしカレット、でもこれで以前なら。でも今風魔竜が風む。これはそうだ、過去図書。Thank you.
Hit back.
ついてこれるかな。近くに来てくれ。何このし、スライ。ボレア、行こう。シフ。
Thank you.